デトネーターハウスの紹介です。ここが玄関です。玄関抜けて左手に行くと、よくメンバーが会議とかで使用している居間があります。今服を乾燥してます。で、こちらに行くと、よく食事などで使用しているテーブルです。こちらにいるのはロビン君とシャカ君です。はい、にゃん。そのまま、まっすぐ行って、左に行くと、僕の部屋です。上海の部屋ですね。左手にクローゼットと、こちらにベッドです。奥にパソコンがなくて、机があって、パソコンが来たら、あそこで使用します。右手に行くと、トイレ兼シャワーになってます。すごい綺麗な感じです。一回最後は、こちらにありますキッチンに参ります。キッチンも全然使用していないで外食が多いので、こんな感じでまだまだすごい綺麗な状態ができます。一回以上です。はい、続きまして、2階に上がっていきます。2階をまず右手に行くと、お、佐藤選手、おはようございます。おはようございます。え、夜じゃないですか。すいません。ワンアン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 。はい、こちらの部屋、右手が佐藤君の部屋ですね。お、佐藤君の部屋に、シャカ選手と、お邪魔してます。ロビン選手、ニハオ。ニハオ。いますね。比較的、綺麗な部屋です。左に行くとモンキーの部屋ですね。比較的汚い部屋ですね。こちらモンキー30分くらい寝てるんでガチ寝してます。続いて、2階上がって左側の部屋に行くと、こちら来客者用のスペースですね。今まだちょっと椅子来てないんですけれども、椅子来たらパソコンとかも置いて、6人目がやれるような感じになります。ベッドと机です。で、2階正面の左の部屋に続いてまいります。こちらロビン君の部屋ですね。にゃお。にゃお。どこにでもいますね。ベッドとソファーと机があります。続いて右手の部屋に行くと、こちらシャカ君の部屋ですね。こちらもなんかすごい綺麗な感じの部屋です。2階最後はこちらの、あれ？シャワー兼お風呂兼トイレになっております。以上でデトネーターの紹介の動画終わります。ありがとうございました。再見。